高木作右衛門は長崎の町年より、作右衛門の名は以後の高木家当主も名乗った。屋敷は勝山町にあり、これは元は長崎大館、末継平蔵の邸宅であった者が平蔵の失脚後に大館に就任した高木氏に与えられたものであった。初代高木作右衛門忠は当初寛衛門と名乗っていた。代々非全国公牧層に住んでいたが、 長崎が開校した A6 から元記年間頃に、父、男女をた州やす衆と共に長崎に移住する。同地で、頭人と呼ばれる町の中心的役割を果たす人物の一人となり、主院選貿易で財を成した。文禄元年に、豊臣秀吉により頭人は、町年寄りと解消され、以後長崎の調整を担うこととなる。慶長年に、に出頭し、 長崎奉行の小笠原一案の不正を証言して、小笠原を失脚させた。当初はキリシタンであったが、官営3年に、キリシタン禁令が出された際には、町年寄りの町田衆がジョア案や古藤隆氏イントメが、帰郷を拒み、長崎の町を出たのとは逆に、仏教に改修し、同様にキリシタンから改修した長崎大官、末継平蔵と共に、キリシタン弾圧を行った。 官営5年5月、作モ門が送り出した、衆院船が、シャムワンで、フィリピン総督、ドンファンであるカラーソ引き入るスペイン艦隊によって、焼き討ちにされ、衆院状を奪われた上、船員57人がマニラに連行されるという事件が、起きている。これを受け、将軍交府の衆院状が奪われるのを阻止するため、海外に渡航する者は、バックフロー銃の法相長崎まで傾向し、 それと引き換えに、長崎奉行が通行許可書を発行するという法書線の制度が定められた。長崎の出島は、江戸幕府の命を受け、長崎町人の請負いで作られた。その時の25人の出資者を出島町人と呼び、高木作右衛門も、その一人に名を連ねている。墓地は、長崎市筑御町の本殿寺にある。 高木作右衛門が帰郷した際、高木一族のゴンザエ衛門は浦上に逃れて隠れキリシタンとして信仰を続けた。このゴンザエ衛門は幕末の浦上キリシタンの中心人物で浦上四番崩れで弾圧を受けた高木千右衛門の祖先である。ありがとうございます。